はい、今ですねドイツのアウクスブルクにいます。アウクスブルクね、で今アウクスブルクのね旧市街に起きてるんですけど、そこで今見てる建物、前の建物がね、あれが旧市庁舎です。でこちらにある建物がね、ペルラッパ塔でございます。でこれに関してはね1615年から1620年に、ね、作られたものです。でドイツのルネサンスを代表する建築でね、建築家エリアス・ホルの最高傑作と言われているものです。で正面のサファードの頂点には町の紋章であるマスボッペが飾られているということなんですけどね、あそこの上見てください。あそこのなんか突起物みたいになりますね。あれがマスボッペです。で、その下にあるモザイクはね、帝国自由都市であることを示す相当の和紙ということです。その下に和紙があります。まあ、実際に中入ればできるんですけどね、高さ78メートルのこのペルラッパ塔、こちらから見るとね、市内が結構一望できるみたいですね。10時から18時、 2.5 ユーロです。でこちらが視聴者前の広場になって、今なんかイベントもやってますね。これがこんな感じで今トラマが路面電車走ってます。